家からすごいシーンが出てまいりましたが、お待たせいたしました。今日はとうとうあのゴッドファザーの巨匠コッポラ監督のコットンクラブをお届けできることになりました。さあ、禁止法時代のニューヨークに実在したコットンクラブというナイトクラブをめぐって、ギャングの構想、そしてショービジネスの素晴らしい世界をお見せできますね。さあ、主演はリチャード・ギアとダイアン・レインですが、このリチャード・ギア、最初は企画の段階ではシルベスター・スタローンがこの役をやるはずだったんですが、へえ、本当と思ったでしょう。それを想像してから見るのも楽しいですね。スタローンといえばロッキーですけども、ロッキーであのけなげな妻を演じているタリア・シャイアさんはコッポラ監督の本当の妹さんでもあります。非常にこれは縁があったんでしょうか。そしてこの映画、4年前の映画ですが、その当時で5000万ドルかけております。その当時は1ドル240円でございましたから、換算すると120億円、一本の映画に120億円かけられるの、アメリカの素晴らしい世界でございます。さあ、そしてもう一つ素晴らしいのは、今日はですね、火曜ロードショー、時間枠を延長してこのゴージャスな雰囲気を楽しんでいただきたいと思います。最後までごゆっくりご覧ください。預かりしないでお金貯めるのよ、マイケル。で、ダンサーにチップあげて。荷物頼む。さあ、汽車に乗り遅れるわよ。行きなさい。コートでも早い。じゃあね、さよなら。そんなに腕は振らないで。私もう自由よ。いやいや、今度は公約が話さないよ。アッカー。じゃあハッピーエンドに乾杯だ。面白かったですね。映画の中でリチャード・ギアが吹いていたコルネットがありますが、あれはリチャード・ギアさん本人のコルネットで、自分でもちゃんと吹けるそうです。あっちの方は何でもできますね。それからあの素敵なタップですが、グレゴリー・ハインズがタップ習っている方はため息が出るようなタップをやってくれましたけどね。この映画の振り付けのヘンリー・レタンという方はグレゴリー・ハインズの恩師の方でもありますが、僕は何の意味かこのヘンリー・レタンという方にタップを習ったことがあります。10分で済むはずでしたが、2時間もきっちりレッスンをされてしまいました。非常に優しい先生でしてですね、今よりもっと息が切れましたが、本当にすごかった。そしてグレゴリー・ハインズの写真を持ってましてね、彼は本当に素晴らしい役者だよ、素晴らしいよ、日本でももっと宣伝してくれと目を細めて語っていたのが印象的でした。さあ、この監督のコッポラですが、最新作はタッカーで今話題になってますね。何でもこのタッカーを最後に監督をしなくなるということを言ってますが、そんなこと言わずにやっていただきたいと思います。日本でも黒澤明さんのラン、影武者などがコッポラ、ルーカスの主要なバックアップがあって成功したという話がありますから、ぜひやめないでいただきたいですね。そしてこのコッポラ監督、日本で一番好きな場所はという質問に、京都ならでも何でもなく秋葉原ですとお答えになりました。来週はこちらです。アクションコメディの最新作、スパイ・ライク・アス。二人の落ちこぼれスパイがソ連の軍事兵器を目指して大沈道中、巻き起こるは危ないアクションと体を張ったギャグギャグギャグ。主演のデコボココンビは今やアメリカで人気絶頂のコメディアン、チェビー・チェイスとダン・エイクロイ。表情、体、衣装、全てを使って笑いを大サービスしてくれますよ。テレビの前でご一緒にめちゃめちゃコメディしましょう。
来週は大いに笑っていただきましょう。火曜の夜は火曜ロードショーで OK です。